シングルです。イタリアのスーザン・ドリアーノ、今年の世界選手権では8位に入っております。しかしこのショートプログラムはなかなか得意で、その時3位です。いいですね、一発目のジャンプですね、はい。うまく入りました。コンビネーションジャンプですね、一山超えました。ロビン・カズンズ選手と同じようにファッシーコーチについておりまして、今年4月からお母さんの指導を受けております。イタリア音楽 If I am King、 なかなかいい感じに来てますね、はい。危なかったけど、まあちょっと乱れましたね、ジャンプは意外と優しいジャンプなんですけど、気抜いちゃったのかな。よかったですね。いいですね、綺麗にまとめました。22歳、168センチですけども、本当に滑ってる時は大きく見えます。大きく見えますね。2つの時からスケートを履いたそうです ね。もう20年ですよね。そうですね、はい。その今コンビネーション出ますね、コンビネーション見ましょう、はい。これはダブルアクセルといった2回転半のジャンプから入るコンビネーションですね。そうですね、はい、ダブルの中では一番難しいダブル同士の組み合わせです。おかなり難度は高いですね。そうですね、今まず1回ジャンプします。うまく腰が入ってますね。走ってますね、はい、綺麗に決めましたね。決めましたね、はい。ここで調子に乗っていったスーザン・ドリアーノ選手です。思わず笑顔がこぼれたところですね、今のところは。そうですね、スーザン・ドリアーノ選手の今採点が出ます。まず要素がうまく入ったかどうかという点です。お母さんがコーチです。あ、なかなかいい点が出てますね。そうですね、最初の滑走者ってのはどうしても点数が出にくいもんですけども、非常に平均してますね。そうですね、次でまた上がるんじゃないでしょうか。そうですか、はい、今度は調和ですね、音楽との調和。そうですね、スケーティングですね、はい、美しさ、そういうものが採点されます、はい。女子のシングルももちろん6点満点です。似てますね、やっぱり親子ですね。そうですね、はい。今アメリカのシアトルに住んでいるそうです。あ、そんなに上がりませんね。そうですね、ほんのちょっと上がったところですね。 5.4、5.3、5.3、女子シングルのトップスーザン・ドリアーノ選手の演技でした。